本日もこちらをやっていきたいと思いますが、ちょっと本日といっても今2回ほど勝負しても全くもって勝負にならなかったです。ちょっと未来ご飯とジャオズ入れ替えましょう。正直やろうと思ったら止められまくるわ。でかくなったらそれに対して全然勝負にならないわ。ちょっとチャオズの止めるやつで勝負しないと。サイコキネシスを使わないと正直まともに勝負ができないレベルになってきてる。このメンバーじゃ戦っても時間の無駄。5対6体の方が奴らなら正直こういったメンバーで戦う敵が出てくるのが一番効率がいいというか、4体だったら56の方のが本当にバトル的には一番効率がいい。全体攻撃ができるから。
じゃあもう一度行きたいと思います。じゃあ行きましょう。ちょっとカードを、じゃあこんなところかな。どうやら強力なバリアに守られているみたいですね。どけかかると、今度は俺がやる。無駄無駄、そのバリアは貴様らごときの力では破壊できんぞ。その子よ、サイヤ人どもよ、真の恐怖を味わうのはこれからだ。なんでまとも渡すか。お前らサル野郎を抹殺するために舞い戻ってきたのさ、あの世からね。さて、どいつからやってやろうか。ここで戦うと町に被害が。悟空、場所変わるぞ。勝手にするんだな。Z 戦士たちは人気のないところに移動した。この辺なら大丈夫だな。しかし、なんでこいつらがまだ生きてるんだ。以前も倒したし、先ほども倒したはずなのに。しかも以前より気が上がっているようじゃの。倒されれば倒されるほどパワーアップするのだ。恨みが増幅されてな。Z 戦士たちが止まっているところ、聞き覚えのある声が聞こえてきた。悟空、そいつらゴースト戦士、つまり幽霊なんじゃよ。あ、そういうことか。サンキュー、海王様。みんな、こいつらゴースト戦士だ。そうだ。何度倒しても無駄だ。諦めるんだな。ごちゃごちゃうるせえぞ。何度でもぶっ飛ばしてやる。じゃあ、いつも通り。これにスカウターで。で、最長老、最長老どこだったっけ。あったよん。これで、で、チャオズのサイコキネス、起源列山、この三種の攻撃をどんぐらい連発でやっていけるかどうかが、こいつらをすんなり倒せるか否かの境界線。放つ前にこれを食らったらな。やっとやってくれた。you
なんとまあ。これの連発をとにかくできるか否かで、勝てるかどうかが決まってくる。むしろもうここまで来たらこの方法しか倒す方法がない。止められたらもうしょうがねえけど。こっちはこっちででかくなるし、なんとかフリーザを一体乗すことができたぞ。待てよ、チャオズはどれ選んでも必殺技ならこれになるんだ。やべえな、落ちたか。
2体目をなんとか撃破した、うん、こういう場合はウーロンの力を爆発がワーキャンセルする。またチャオズよ、お願いするぞ。じゃあ行こう。